もし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 。どうも皆さん聞こえていますでしょうか。さあ始まりましたイベントマッチ。ガイさんは30分頃から来るみたいですね。それまでちょっと遊んでいきましょう。それ以外はないのかな。あ、普通にあるんだ。へえ。ちょっとルールを確認しよう。イベントマッチの基本、期間限定のバトルを楽しもう。イベントマッチはデッキに開催されるバトルだ。へえ。イベントマッチで5勝するとくじ引きコインが1枚もらえる。無料で1回くじが引けるぞ。イベントマッチは複数回に分けて開催されることが多いが、勝利数は共通だ。好きな回に参加してくじ引きコインをゲットしよう。なるほどね。例えば今月6月はですね、あの投げ動画を中心にちょっと出していこうかなと思います。なのでショート動画はね、もう本当にね2日3日に1本っていう形に なると思うんですけれども、 よろしくお願いいたします。全部がウルショってことか。スペシャルがウルショ、全部がウルショ、どういうことだ。全部がウルショ、あ、な、あ、どういうことだ。これ、ね、間違えて縄割りやった今。急に1分になってから、あれもしかしてイベントマッチの縄割り。ちょっとね、ルール理解してないわ。どういう意味だろう。縄張りか、なるほどなるほど。全然見てなかった。チンステになれろっていうコンセプトなんですね。まあでもいいや、コムドラッグ来てるから僕は嬉しいです。コムドラッグ縄張りバトルの時は基本ギアアップのみの効果有効だ。追加ギアパワーは効果がないぞ。バンカラマッチのルールの時はギアパワーに制限はないぞ。へえ。このちっちゃいやつは 0.1 以下のやつはつかないってことなんだ。よろしく。竹だ。今回のアプリで竹は修正されてるとか、なんかすごい縄張りとは思えん、なんかあれだな、平成だな。自分が言うのはなんだか。よし、すごっ。なあ、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 当たりますように。知らねえ。なんか膝が抜けたようなエイムだな僕。滝が抜けた瞬間に裏を取って塗りに行く。うわ、ちゃんと塗ってんの相手。わ、危ねえ。バシ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 。あざざざざざ。やるで。縄張りだけどね。うん、僕ずっとウルショが来ると思ってた、ずっと。ちょっと第2弾よ。うわ、イベントパワーが消えた。何イベントパワーって。イベントパワーあるね。なんかバンカラパワーみたいな。なんて言うんだろう。リグマみたいな、パワーみたいな。はいはい、はい。リグマだよな。来週ですよ、ピックラン、本島さん。10日だっけ ?10 日っすが、来週の土日っす。ああ、10日ちょうどできるわ。さすが。あれ、ステージどこだったっけ。待てがいっす。どうなるんだろうね、待てがいのステージ。満潮とか、満潮とかもなんか。真ん中の細い道じゃん。いや、分からん。手前がリスポン側かもしれんね。それ。ああ、まあ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 、そっか、まあ、そっちだけど。真ん中のあの一本線だけ。一本線だけ。名前は変えないんですか。名前ね。どうしようか迷ってんだよね。じゃあ、まずひまわか。巻き匂いですに戻そうかな。やらしてー。レッツゴー。初動はこの右側の高台に登って、死んだ臭いな。え？Sブラストがマジ全速力で僕の方に向かってきた。Sブラストの最後についてる9人あるやん。Sブラストの数字、はいはい、やっぱ僕ら見てるわ。そうね、なんで92よ、ガイさん。92、9月。やっぱ見てますわ、もう本当に。僕の名前じゃないよ、僕の誕生日つけちゃって。それもうおいおいおいだ、もう本当にここまで来る本当に。つまりこれだとガンガゼとSブラスト3人が来れば勝ちと。3人違う武器で3人が来る。なるほど。52ガロン52ガロン3人。そっか、裏が機能しないからいつもよりインク効率が悪いね。よし、帰ろう。反射しか当たりませんでした。ローラーはおりませんな。あ、いますね。ローラーはさっきやったけどもう旅帰ってきた。すごい速度来た。反射しか当たらなかった。
エスブラスト濡れー濡れーこの命に変えてもうわーあーくそー勝つんかいこれがなばりークソゲーだから嫌いだ勝てるんかい何そのおたけびみたいな妹いいなカタログレベルいくつもんの何やこれ新シーズン開幕記念カップ5個貯まると、うん、ガチャ1回無料コインがもらえるね1回かよ10回ぐらい無料でひたすら金がさ30万あったら10連ガチャさせてくれてもよくない確かにねいちいち単発で引くのめんどくさいね貯まることはないけどいやもうシーズン1で金を引けなかった時点で俺はもう全て諦めた逆に金プレート出なくてよかった感はね逆にあるよ今あー呪われてた、ね、出たら絶対もう次も欲しくなってさ、うん、もうはぁってなるじゃん絶対欲しいってなるじゃん絶対もうシーズン1出なかったシーズン2も出なかったから今まで一回も出たことないしもういやなんかもうガチャ引く欲が失せたよおかげではぁなんかコングトラックの縄張り夏いな懐かしいでしょうめっちゃ懐かしい本当にだってもう左右が空いてると思わんかったもんああうん左右空いてんの見てボーッと思ったもん大王家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 やばおいコングトラックに帝王が走っとるで大王が帝王ワンの頃のスペシャルがワンの頃のスペシャルが2の頃のステージ走ってるとかやばすぎやろマジで普通に無理やん、もうあ、ごめんめっちゃ外してる、めっちゃ外してる、めっちゃ外してる、めっちゃ外してる止まんない、止まんない、止まんないスタンプって5回やればいいの ?5 回勝たなきゃいけないの ?5 回勝たなきゃいけないのあー、とりあえずじゃあ、あと4回勝つまで俺銀の出元とりあえず勝って報酬を手に入れてからわんないじゃなくてこっから連敗の連の連連敗を刻み続けて俺はゲットできないで終わるかもしれない普通のスペースシューターとでコラボどっちの方が強いですかコラボ純粋にジェッパが強いジェッパが強いスペースシューターが強いんじゃないのサブスペで優劣決めるならジェッパが強いからコラボ強いあの今週みたいなね性格の人間多分コラボ持ってくるどういう意味よどういう意味よえ戦闘狂人を倒すことに喜びを得るタイプまあ確かになお前だってサポートするより敵倒す方が楽しいだろ絶対うん敵倒す方が楽しいだ、ね、味方をねサポートしたいね人間はね無重視持った方がいいんだよ絶対よしもしもだって昔こいつはだって昔トラップを2個仕掛けてボールドマーカーを葬るって遊びをしてた人間追いつけると思ったかボールドはおいおいおい遅いんじゃないかボールドのくせに半チョだじゃあなおっとボールド再チャレンジかいいじゃないかじゃあなそこであなたは突っ込んでくるボールドをトラップで2回トントンって半チョでポンってやって終わるなんで序盤ってかあんなに押してたのに今度負けてるんですかわかんないですもう止められないようにその身内は聞いてないぬれボンシバお前の力を倒したおそうけのナイス一点ちゃうんかこれよしよしよし例えばなんかグータッチのあれあるじゃないですかうんグータッチのあれってなんか2人が金表彰を3つずつ取ってると怒るみたいな話があるらしいですねへぇ、金の表彰を3つ取ってる人間がチーム内に2人いるとなんか怒るみたいな話を聞いたんだけど、ね、へぇ3つだったら何でもいいってじゃないと思う金のあれが3つあればいいんじゃないその生はそれは銀かそれは銀だ相手のデコイチラシを見てちょっとデコイチラシガン回しを見せてやりたくなったガンマーセルほどのやったっけえそれザップザップ、赤ザップはデコイチラ反応自己デコイやなデコイあれそれだそれやるならマルミさんにしてくれよおい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 デコイチラシの縄張りでの塗り力なまへんでそうか縄張りだもんな塗りだもんな縄張りはほら塗りの戦いやだもんマルキリじゃないもんなせやで俺は縄張りにおいては大体いつも塗りに命をかけるお前とやるときだってお前がどうせ敵倒すから僕はあなたがやらない塗りをやるっていう
やらないのに、うん、おっと、散らされてる。うわぁ、階段。さあ、縄張りとかをさ、縄張りとかやり合うやるにも、ほんとさ、ワイドマン、新しいの雨じゃん。うん、ちょっと散らしたらついてほしかったんだ。ダイナモに散らしたらつくから。いや、ナイス玉ダメって思うやん。なんだってって思うやん。見てんで、上。今、背中めっちゃ痛かった今。背中に痛い必要僕がやりました、城さん。僕がやったんですよ、小島さん。さすがっす。味方が2人持ってかれたから、俺がずっと打ちそう。そいつはやってくれると信じて。天才か。でこいつらちょっと膨らんねんから、あん中に全部スプラッシュボム仕込もうぜ。あのデコイチやし、ちょっとボーボコしてんなみたいな。デコイチラシ急にちょっと三角形なの。デコイチラシの中にさ、いろんなゴム仕込むよ、ランダムで。カーリング。カーリングとかさ、クイボとか急になんかそうでもないやつが出るかと思いきやさ、うん、急にロボボとかさ、スプラッシュボムとか吸盤が出てくる。面白そうじゃないそれ。デコイチラシのなんか変えれるの。ランダムでランダムランダムランダム。おい、チラシ太郎が2人もいるぜ、うちのチーム。さすがだな。助けて、チラシ太郎、チラシ太郎、いただき、許せねえ。はっ、カズ、お前今ぶち壊れたかった。お前倒したから。なるほどね、倒したらもら、あ、そっか、なんかあったな、そういうの。そうやね、スパイガジェットは敵を倒すと傘が瞬時に復活するっていう。なるほどね、謎の力持ってるから。あ、ごめん、走っちゃった、傘、すまない。だからもうデコイチラシは離せない。傘がかさばってるから置く場所に出して割り出しただけにしようです。傘がかさばってるから置く。ダジャレか。お、ダジャレ潰すぞ。なんで。え。おお、グータッチしたぞ、ガイさん。最近ガイさんピンポン多いね、ピンポン率ね。さっきグータッチしたの、ガイさん知ってる。知らん。ピンポンに全て持ってかれたわ。ドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 当たった。外したーん、マリシャンシャン、ふぅー、やばすぎ。手王だ。どっか行ってもらってください。どっか行ってもらっていいですか。手王だ。終わったぞ、せいぜいやれ。バイバイ。ワイパーだった。見切った。見切られた。やつもこの戦場で進化してるというのがさすが。分かってこい。ほら、何チードした。バイバイ。この秒数の雨は痛かろう痛かろう。ラインマーカーで撮るのか。見れないよ。戦場でもまた我も進化する。これ来るか。ーおー俺がどっちかというと塗り専門で、あんたがどっちかっていうと切る専門だから。怒イベントアッチャーにガチャ1回無料で切るだけとかなめつさってんな、マジで。違いねえよ。おいおい、これ修正来るでかいさん、僕ら言ってるから来るね。これ来ますよ、これ絶対に。次のヤグラスパショ祭り5勝に1回もらえるわ、多分。いや、もしかしたら3勝に1回もらえるかもしれない。それはさすがにやりすぎだ。それぐらいでもいい。塗りが広がる、塗りが広がる。一名様ご案内。なぜご案内。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。自陣に来るに至ってはご来店してほしくないけど。いらっしゃいませ。あそこで角待ち
客さんが、お客さん並んでる今、あそこで。並んでる。左側で。なるほどね。笑って。ほらほらほら、ありがとうございました。やばい。一名様ご案内。ご案内しないって。一名様入ります。ご案内よくない。ご入店よくない。ってかこれ。ね。ありがとうございました。ご入店差し入れからだよ。ボーさん、何でしょう。非常に悲しいこと言っていいですか。はい。もう縄張り飽きた。同じく。なんかこれ以上やる。そう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 。やったけど、うん、まあもらえないんだと思うよ。間違いねえ。ではまたいつからどうもしかな生放送でお会いいたしましょう。バイバイ。さよなら。